皆さんこんばんは、れいわきチャンネルのレオンです。今回はシーズン4でリテイクされる警告のおすすめの金作について徹底解説していきたいと思います。今回動画を見ていただければリテイクされた警告の内容っていうのがね、わかると思いますので、まあ、今回動画もね、頑張って作ったんで、もうこの動画さえ見ていただければもうバッチリだと言えるレベルで作ってるんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では早速解説していきたいんですけど、金作をやっていく上で大事なことがあります。これはね、ルーティーンっていうのを作ることになるんですね。ルーティーンっていうのは大きく分けて2つあると思ってて、1つ目が金庫ダッシュ、2つ目が外周あさり、この2つになりますね。ではまず金庫ダッシュのおすすめのルートをね、解説していきたいと思います。これはね、通常金庫、まあ普通に開けれる金庫を優先して開けて脱出するっていったルートになります。鍵部屋はですね、開けれるタイミングがあれば開けるっていう具合になりますね。下手なリスクを背負わないようにするってところになるんですけれども、ちなみに今回は封鎖での話になります。金策するんであればやっぱ封鎖1本なんですよね。封鎖でやるのが一番いいので、今回封鎖をメインに今回動画作ってます。でも通常でも応用が効く内容に仕上げてますので、ぜひ皆さん参考にしてもらえればと思ってます。警告で一番おすすめの場所は、今のベータテストの段階では小公女とノルテーニョコート、この2つになります。これ封鎖で回してたんですけど、無料金庫で赤品であるライオンと T1 モジュールっていうのが出てます。これね、上振れするとね、90万近く稼げます。現に僕も90万近く稼ぎました。なので金庫出しするだけでも相当稼げるので、ぜひちょっと参考していただきたいんですけど、ではまず金庫出しをする上でできる場所とできない場所っていうのがあるんですね。まずできる場所、金庫出しができる場所なんですけど、まずこの左上の前線拠点側の場所、あとこの海岸砦の場所、東部農場の上の場所、この3つですね。この3箇所は一番早く小工場とノルテーニョコートの金庫に行くことができるので、金庫出しができる場所になります。じゃあ次に金庫出しができない場所っていうのが、下で湧くところなんですけど、もう無線通信局、ピノラジオと、ここの、ピノラジオ右側で湧くところ。この下で湧いた場合は、金庫ダッシュはもうほぼ無理だと思ってください。人がいなかったらいいんですけど、大抵多分新マップで人多いと思うんで、なので下側で湧いちゃった場合は、もう外周を漁るか、もう即時帰還のつもりで動いていただいた方がいいかなと思います。で、おすすめのルート解説の前に、有料金庫ね、おすすめの有料金庫について話していきたいなと思うんですけど、まず買った方がいい金庫の鍵っていうのが、小工場の鍵。これ2つあって、もう1つあとノルテーニョコートの鍵になりますね。小工場の鍵なんですけど、工場の書庫のキーと、工場の更衣室のキーっていうのが必要になります。で、あとノルテーニョコートは、中庭の地下室のキー、こちらになります。この3つが、持っておいた方がいい鍵になるんですね。でも、ただですね、まあ、ベータ版だからっていうのあるかもしんないんですけど、僕買って全部使い切るまで開けたんですけど、小工場はね、一回マカヒン出なくて、クソ渋だったんですよ。ほんと美味しくなかったんで、さすがにね、まずいと思って単価証出したんですよ。で、中庭の鍵。こっちもですね、まあ、高くて、いいもん出るだろうと思って、開けました。こっちも開けたんですけど、クソ渋でした。ただ武器が、飾ってある部屋があるんですよ。こんな風に武器が飾ってあるんですよ。武器が飾ってて、お、美味しいやんと思ったんですよ。武器庫とか。ああいう感じで武器あるやんと思って。これ、いいじゃんと思ったんですけど、なんかよくわかんないけど、激安の装備、激安の武器しか飾ってない時が多くて、SKS2 本とか意味のわからん飾り武器があるんで、マジで美味しくないんですよ。だからこれさすがで美味しくないやろってことで、これも嘆願書書きました、一緒に。はい。なので、ベータテストが開けて、ここ改善されてればいいかなと思うんですけど、だから、鍵部屋漁るよりも、金庫ダッシュの場合、ここにある通常金庫開けた方がいいです。小工場の通常金庫と、封鎖区にしかないんですけど、ノルテーニョコートの通常金庫。これ漁って、帰った方が絶対いいです。鍵は後ほど、拾えたら開けるぐらいいいかもしれないですね。今のところ買わなくてもいいかなって思っちゃってます。
まあ、ただ運営さんにね、僕のこの嘆願書がね届けば、しゃあねえな、ティア上げてやるか、枠もいいも入れてやろうかなってなってくれたら変わると思うんで、ちょっとね、ぜひ、まあ、シーズン始まったら僕ちょっと実際行ってみるんですけど、まあ、いいもんが出たらね、ツイッター等とかでね、報告しようかなと思ってます。で、もしね、いいのが出たら、皆さんがシーズン4始まって、ここの鍵開けました、いいもの出ましたよってことであれば、まあ、ティアが上がったんじゃないかなと思うので、それはコメントでね、皆さん教えてください。こんなのが出たよって言ってくれたらね、皆さんモチベーション上がると思うんで、僕もモチベーションが上がるんで、ぜひ皆さんコメントで教えてください。お願いします。では前置きはちょっと長くなっちゃったんですけど、ルートのね解説していきたいと思います。金庫ダッシュは、まあ上側で湧いた人がいいよっていう話をしたと思うんですけど、金庫ダッシュの際はもう上のルート、このパターン、左で湧いた時はこの矢印のパターンのものと、右で湧いた場合はこのようなパターンになるんですよ。この矢印に沿って移動していくっていった形になるんですけど、もうこの流れがね一番速くて安定します。金庫ダッシュするんであれば、これをちょっと参考してもらえればなと思います。金庫ダッシュする際なんですけど、この前線拠点のここで湧いた人ね、ここで湧いた人はここの壁沿いに沿ってダッシュしていく、こんな感じでここの端を通って昇降場のまず金庫を開けに行きます。でこの昇降場で通常金庫開けた時にあんまり美味しくない、まあ高いもの出なかった場合は、ここから、まあ、ここを通って山駆け上がってノルテーニョコートに行きます。ちょっとぐねったけどマウスがぶれてぐねったけど、ノルテーニョコートで漁ります。で、まあ、こうノルテーニョコートを漁るっていうところになった時に一番気をつけていただきたいのは、ここね激戦区になると思います。なぜならこの東部農場側からの人、ピノラジオ側からの人、ここからこのピノラジオの右側から湧いた人たちが多分ここを目指してくる可能性高いんですよね。まあ、ピノラジオの人はもしかしたら別荘側に行く人もいると思うんですけど、ここ動線がめちゃくちゃ通ってるんですよ。ここに多分めっちゃ集中しちゃうと思うんですね。まあ、ここで漁ってじゃあどうやって逃げようかっていうのが大事なんで、金策って死なないことが一番大事なんで、昇降場の方からこっちをこの森の横をうまく通って帰るのが一番安全だと思います。このようにして、こんな感じで、もちろんただがむしゃらにこう突き抜けていっても狙撃されちゃう可能性があるんで、音をよく聞いてください。どこら辺でそういえばなんか銃撃の音がするなっていうのを分かっていれば、あ、そこにはプレイヤーが集中してるんだなってことが分かると思うので、そこの音だけよく聞いてください。なので音の方向によって逃げる方向を変えるっていうのは全然ありなので、もしこの上側のルートで行こうとした時に、なんかこっちの方向、この方向で銃声してるなってなった場合は、一旦ね、これごめんなさい、ぐちゃぐちゃしてるんですけど、乗る程度コートが一旦もう退避してこっちの裏道通って帰るっていうのは全然ありです。一旦こう下がってちょっと時間を潰してで引いていく、これがすごく大事だと思います。僕もよくやるんですけど、無理に戦わないっていうのがすごく大事なので、もう本当に音がした方向は自分が逃げる方向だった場合は一旦時間を置いた方がいいです。遠くに逃げるかハイドして時間を潰した方が絶対安全になるので、これだけはちょっと覚えててほしいなと思います。でもう一箇所、ここでも湧くんですけど、この東部農場の右側、ここでも湧くんですけど、ここで湧いた時一番有利ですね。金庫ダッシュめちゃくちゃ有利です。もうここで湧いたら、もう僕の場合なんですけど、スタミナ剤の注射を刺してダッシュダッシュ、森を突き抜けます。ここの森を突き抜けて、ここノルテイのダッシュで上がってこう行くルートですね。ノルテイのコートまで行く。ちょっとここが危ないんですよね。ここが危なくて、ここね狙撃される可能性もあるんですけど、正直注射器とか刺していけばおそらく遮蔽まで一気に駆け上がることできるはずなんで、もうとにかく走ってください。止まっちゃダメ、止まらず全力ダッシュでノルテーニョコートまで行ってください。でノルテーニョコートを最速でこれ漁れるんで、でノルテーニョコートに着いたら通常金庫を開けて、余裕がある人は鍵部屋も開けていいと思いますが、ここ非常に敵が来るルートとなりやすいので、戦闘に自信がある人は鍵部屋まで開けちゃったり、その他も漁って
て移動してもいいと思います。戦闘に自信がない人、対人が苦手だっていう人は通常金庫無料で開けれるとこだけ開けて、こっち昇降所に抜けてください。で、今回はこれ封鎖区の話をしてるんですね。封鎖区でやる場合の話をしてるんですね。あんまりおすすめはしないんですけど、通常で、まあ、金策をする、金庫ダッシュしたいって人の場合は、ノルテイのコートね、通常だとここに金庫湧かないので、通常の場合はもうこの森で湧いたらこっち進んでいただきます。この上側森を抜けて、ここの名もなき家の前を通過して昇降所に一直線、ここですね。もう昇降所は先に入り込んでしまえば中迷路みたいになってるんで、入った人がかなり有利なんですね。だから先に入ってここの金庫を開けて、でこうやって抜けてくださいね。正面から抜けようとしちゃうと、こっちから来る人と渓谷村とか抜けた人たち、時間かけちゃうとこっちから来る人とかから撃たれちゃう可能性が高いんで、で特に通常だとインポスターが湧きまくると思うんで、もう絶対来ます。昇降所が乗る手には絶対インポスターやってくるんで、もう正面から抜けずに、こっちで、ね、ここに出口があるんで、ここから抜けてもらって裏を通って、さらにこの奥地、ここ崖みたいなの続いてたりとか、かなり奥地が狙いにくくなってるんで、奥を通ってもらってこっちの脱出ルート、ここに脱出がねありますんで、ここに脱出が湧いてたらここ向かう、下に脱出が湧いてる場合は、まあ、ここを抜けて、さらに無線も抜けてこのルートがめちゃくちゃ安心ですね。ほぼ人に会わないはずです。このルートであればよっぽど同じこと考えてる人じゃない限り会わないと思います。で、このルートは封鎖区も一緒です。封鎖区も同じ考えですね。ノルテイニョ行きたくないっていう人はこのルート参考してください。この上側通ってって昇降所抜けて前線までダッシュで行って、まあ、前線周り漁って、無線もちょこっと漁って下まで行く。で、このルートはね、実際に動画を撮ってきましたので、これね説明していきたいと思います。で、マップ見た時にね、上で湧いたのでノルテイニョコート、ここ一直線で行きます。これ安い赤色の注射ね使ってるんですけど、ちょっと高い方のいい注射の赤色、スタミナ増幅剤の使える人は全然使っちゃった方がいいです。あるとないじゃ全然ね、金庫ダッシュの差が出ちゃうんで、よりさらに効率的に回りたいなって思う人は、この注射と合わせてスタミナ回復ができる飲み物と食べ物を持って渓谷に行ってもいいんじゃないかなと思います。で、今ここ森を抜けていって、でノルテイニョ向かってます。まあベータテストでほとんど人いなかったんですけど、一応念のためにね、撃たれやすい場所はちゃんと警戒してください。後ろ向いたりとか、ダッシュしつつ後ろを向いたりして、敵が来てないかどうかだけはきちんと確認してください。で、今走ってるのがノルテイニョコートの、今走ってるところがノルテイニョコートの広場、まあ RV パークですね、旧 RV パークの前の広場みたいなところですね。森のところ走ってきて、今ここ坂道上がってるところですね。で、ここスカブが結構います。スカブが湧いてるので、ちゃんと処理をした上で走った方が安全ですね。スカブを無視していってもいいんですけど、なんか今回からめちゃくちゃ目がいいような気がして、すっごい遠くから撃たれるようになったんですよね。まあ僕の気のせいかもしれないんですけど、すっごい撃たれるようになったんで、進路上に1匹いるぐらいはちょっと処理した方が安全かなと思います。で、ノルテイニョコートに着いた時は、こうやってエリートボットがね、今回いたんですよ。よくいるんですよね、こいつら。もしかしたら本ちゃんじゃいない可能性もあるんですけど、ちょっとこいつらね、割と強めです。弾が痛いんで、入る時は倒しが絶対入ってください。室内入ったら、奥まで進んで、で、階段降りて、目の前にね、通常金庫があるので、これ開けます。開け方は、近づいて、コンテナアンロックっていうボタンが出るんですけど、それを、もう金庫の目の前まで行って押さないと開けれないです。近くまで行ってボタンを押して開けるっていったイメージですね。で、これ30秒ほど拘束されます。この間中は何にも動作できないです。横振り向いたりとかも、バック開いたりもできないです。ただ、途中で中断しても、途中まで開けたっていうのはリセットされないので、身の危険が迫ってきたら、バツボタン、真ん中のバツボタンを押せば中止できますので、
で、そこで逃げたりとかも全然しちゃって大丈夫です。今回誰も来なかったんで、こうやって金庫の中開けて、で、ついでこれ開けてください。ここ、このコンテナ、この黄色のコンテナね。結構ね、いい武器入ってます。今回ね、RPK 丸ごと入ってたんです。95連マガジンのついで RPK が入ってました。で、Mark 14とか、結構ね、いい武器出やすいんで、ああいう黄色のコンテナ今回ね、漁った方がいいです。で、漁ったら、横のドアからこの中庭の裏側、建物裏側抜けていくことができるので、ここから抜けて、商工所に向かう。このルートになりますね。で、スナイパーのボットがいますので、安全に行きたい方はスナイパーのボットを倒して行った方が絶対いいですね。で、ここの坂をダッシュで駆け下りて、坂を降りるとこっち側からね、入れるんですけど、これね、ボットがね、上にたくさんいますので、そこを避けて、こっちのね、裏側から行ってください。こっち裏から、商工場入れます。ここを駆け上がっていって、この裏からね、最速で金庫に行けますんで、こっから入ってください。ちなみに鍵部屋もここから最速でたどり着くことができます。で、ここの中の階段を降りて、もうまっすぐ行ってください。まっすぐ。降りて階段まっすぐ行くと、通常金庫がある部屋に着きます。で、中にね、高確率でね、ボットがね、いることが多いですね。なので、しっかりボットを倒して、金庫を漁るようにしてください。書類ケースも、ここね、2つありますので、この部屋マジでおすすめですね。ここ金庫ダッシュした方が絶対いいと思います。で、商工場の注意点なんですけど、ボットがね、すごく多いんですよ。なので、こんな感じで金庫開けてる時にね、やってきちゃうんですよね。なので、敵のね、音が近づいてきてるなと思ったら、すぐ中断して、入り口を見たりして、対応できるようにね、しておくのが安全かなと思います。この金庫通常奥でも開けれるものになっているので、まあね、みんな多分ね、漁りに来ると思うんで、インポスターも来やすいかなと思います。なので、気をつけて開けてもらったらなと思いますね。まあ、今回いい本が出たかな今回いいもん出てますね。今の立ち止まったところが工場の書庫のキーっていった鍵を使う鍵部屋になってます。おすすめとしては、鍵部屋を開けない場合はすぐ隣の部屋に、こちらもね、書類ケースがあるんですよ。なのでここの書類ケースを漁って、でコートも漁って、で帰るっていうのがおすすめですね。今回ちょっと余裕があったんで、コートとか高いものが出るところだけ漁ってますね。商工場ね、さらにここのブックケースの2つ、ここね、めちゃくちゃ美味しいです。今回ね、ちょっと外れで AK だったんですけど、ここからね、マーク14出てます。ここからマーク14が2回ほど出てきてますね。封鎖区なんですけど。だからね、武器ボックスはね、ほんと開けた方がいいです。かなりお金になる確率は高いですね。高いパーツとか、こうやってデザートイーグルとか、マグナムとかね、入ってたりするので、パーツもいいものがね、出やすいんで、絶対漁るようにしてください。で、机の上にあった赤布のところ、あそこにもね、鍵が開いてる時があるんで、ちょっとね、見落としやすい場所なんで、そこもね、ちょっと見てもらうといいかなと思います。この奥の部屋で僕、書類ケースの隣の赤布の上に、別荘のね、主品室のキーがね、湧いてたんですよ。こんな感じ。別荘の主品室のキーがね、同時に湧いてたんですよ。これ、ライオン撮った時なんですけど、ライオンと主品室のキーが湧いてて、かなり上振れた回だったんですけど、鍵がね、湧いてたりとか、ライオンが入ってたりする時ってめちゃくちゃ美味しいパターンがあるんで、なので、ね、赤い布の上は絶対見落とさない方がいいかなと思います。ここにね、高い鍵を湧いてること多いんで、赤い布の上は必ずチェックするようにしてください。ここがもう一つの鍵を使う工場の更衣室のキーが必要になる鍵部屋になります。で、主要なとこだけ漁ったら、もうダッシュで、ちょっとね、エイムがぐさってて、もうね、無視してもいいかな。もう本当は無視しちゃってもいいです。なんで俺撃ったかわかんないんですけど、今。とりあえずここ無視して、で、
ここも開けれたら開けちゃいたいですね。書類ケースがあります。ここにもジャケットが2着とドロワーと書類ケースがあるので、ここね、時間ある方はもう漁ってで、このルートで逃げる。裏口からはね、上がることができないんですよ。なので今のところこの左側、小工場でいうとここから出て、で裏を通って帰るルートになりますね今回。この裏口ね、かなり遮蔽が隠れてる場所が多いんで、裏から通ることさえできれば安全にね、逃げることができるルートになってますね。マップで言うと今この辺を走ってます。こうやってね、岩ができてるんでね、上からこう、今回はねちょっと狙っちゃったり、なんか音がしてたんでプレイヤーいるかなと思って来るかなと思ってチェックしてるところではなるんですけど、対人が苦手な人はこんなことせずにね、さっさと逃げちゃっていいです。今回はちょっと音がして後ろから撃たれるのが怖かったんで確認してるってところになりますね。今ちょうどサプライ投下があるっつってこう空中物資来るんですけど、ベータテストでやりましたけどろくなもんが入ってなかったね入ってて紫のアイテムぐらいしかなかったんで、もしかしたら高いの枠かなと思ったりもしたんですけど、一つも拾えなかったんで、リスクがある分拾わなくてもいいのかなと思いますね。でこの広場にも漁るものがあるので、まあ、さらにね、ちょっと漁って、少しでお金にして帰ってもいいかなと思いますね。ライオンと赤品が出てる方は、まあ、無理せずに帰っちゃってもいいんですけどね。全然無視して帰ってもいいです。裏を取って帰ってもいいんですけど、今回ね、暴れ屋脱出があったんですよ。ハイヤのキーを使って脱出することができてたんで、今回は暴れ屋向かって走ってますね。暴れ屋がなかったら、先ほどお伝えした上側のルートを通って無線通信局側とか前線拠点側の脱出から抜けて帰っても全然いいんですけど、暴れ屋脱出があると、大体ね、この時間帯じゃ人がね、いないことが多い場所になるので、てかあんまり見てないね。暴れ屋脱出ってあんまり注目されないね。大体放置されてるんで、今回は、まあ、皆さんにあばら屋の中身もちょっと変わってるのをお見せしたかったんで、あばら屋脱出を選んで帰ってます。またあばら屋脱出が使えるってことは、その分早く帰れるってことなんでね、ここのあばら屋を使って帰るのも全然ありなので、鍵も安いしね、ここ鍵も安いんでね。あばら脱出のする際、もう一つ注意点なんですけど、中にね、スカブがいます。こう限って、なんかスカブ湧いてるんですよ、この中に。閉じ込められてるって。だから、こう、しっかりね、入ると気をつけて入ってください。中身が少しちょっと変わってると思うんですよ。このあばら屋で脱出してたりとか、使ったことある人は、多分ここに入った時に、あ、脇が変わってると思うんですよね。中身が少し入れ替わってます。で、こうやってね、高いもんほんと出るんですよね。封鎖の武器ケースとかからって。スコープだったりとか、武器が丸ごと入ってたりするのはよくあったので、本当にね、武器ケースの黒いやつと黄色いやつですね。この二つは絶対開けた方がいいと思います。他にも書類ケース、武器弾薬ボックス、中くらいのサプライケースがね、机の上に置いてあるので、帰り道にさらにちょっとね、漁って帰ることができるようになってますので、で、ここ漁り終わって脱出するってところになりますね。東部農場付近で金庫脱出する際の、まあ、ルートをね、実際動画で説明させていただいたんですけど、今回時間があったので、小工場もちょっと漁ったってところはあったんですが、もう本当に金庫ダッシュだけして、で、あばら屋も使える状態であれば、もっと時間短縮して回すことができるので、もうとにかく数を回して、金庫だけ開けたいっていう人は、このルートをぜひ参考してみてください。では、ここからはですね、金庫ダッシュ、まあ怖いと。金庫ダッシュはできないという方のために、まあ外周でゴミを漁って帰る。といったルートのね、解説していきたいと思います。これは封鎖区も通常区もどちらでも使える内容に仕上げてます。まあ、金庫ダッシュする人としない人の差って装備だと思うんですけど、おすすめの装備の話もしたいと思います。
外資あさりをされる方はプレイヤーとの対峙が苦手だったりとか打ち合いが苦手な方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なのでそんな方におすすめの、ね、装備の解説していきたいと思います。おすすめの装備は SKS M110、まあ、このあたりになるんですよね。カービンライフルとスナイパーライフルになってくるんですけど、 SKS の場合は弾はねちょっと高いんですけど AP 弾を入れてほしいなと思ってます。で M110 の方には M80 を詰めて持ってってほしいんですよね。この装備は対人をね極力避けて動き回るようになってるので、予備弾薬はコンテナを持ってる方は、まあ、60発あればもう全然足りますね。もう全然足ります。でコンテナ持ってない方は20発ぐらいを手持ちに持っていっていいんじゃないかなと思います。プレイヤーもボットも戦闘避けるっていう意味でハイドしながら漁ってほしいなと思います。撃つときは本当に命の危機を感じたときぐらいで大丈夫です。そして体のアーマーはできれば4以上のものがいいかなと思います。でヘルメットも3か4のものでいいんですけど、新しくね4層バイザーっていうものが追加されますので、こちらをつけてね外周あさりをしていただくとより安全にあされるんじゃないかなと思います。外周あさりの上側のルートからまず話していきたいんですけど、前線拠点の左上で湧いた場合ですね、左上で湧いた場合はここの前線拠点のここに漁れるクレートとかがあるので、まあ、ここ漁って、じゃあ次にこっちですね、こっちのこのサプライキャンプ、ここもねよいしょアイテムが湧いているので、ここ漁るか、まあ、ちょっと外周漁りの方がいいなって方はこっちの広場を通ってもらって、ここにもアイテムがねポンポン湧いてるので、ここ漁って小工場の方に向かう。サプライキャンプもこんな感じで小工場にまず向かってください。で小工場漁りました。でもういいや帰ろうって方はここね、ここの森通って、でここもねここ名もなき家があったところ、ここね中ね家が建ってるんで、ここの家を漁って、でさらにこの壁沿いを進んで、ここに脱出拠点があったらここで脱出をする。でここに脱出拠点がないなって方は、まあ、ここに行くしかないんですけど、ここねこの下のとこに脱出拠点ここしかないよって方はここに行くしかないんですけど、まあ、ここのねここの横またぐるーっと行って、でここもね漁れるとこがあります。ここねここもちょっと漁れる小屋があるんで、ここも漁って、でまたこの横ぐるーって外周通って帰る。これが外周を抜けるルートになりますね。でもう一つ、これ小工場が矢印がねノルティーニョコードにこう引っ張ってるんですけど、これ一番早く行けた、誰もノルティーニョコートで音がしてないぞって方の場合はこっちに行って、でノルティーニョコートの漁ってこっちに抜けてもらって、でこのルートで分岐するんですけど、この東部農場のこっち側で帰るか、まあ、こっちで帰るかってところになりますね。ただこのルートはちょっと敵と会いやすいです。ノルティーニョコートに向かう場合は人とすごく会いやすくなります。まあなぜならいっぱいねここ動線が通ってるんで、ここに多分集まってくると思うんですよね。さっきも説明したんですけど集まってきやすいんで、まあ人が少ないとか銃声がほとんど鳴ってないなっていう場合に行ってもらうといいんじゃないかなと思います。今こっちのねこうやって通ってくださいって言ったんですけど、こっちでまた落としてますよと、このなんかここら辺とかで落としてるなって、このペペってしてるとこで音がしてるなって思った時は来た道こう変えてもらって、でこっちのルートに切り替えて帰ってもらうと安全です。これがこっちのね左側で湧いた時のおすすめのルートの話になります。で上側のさっきのね金庫ダッシュの映像でお見せした場所、こっちで湧いた東部道場の右で湧いたって方はこのね矢印の先っちょ、ここゴミ漁りするって方はここのここに医療箱とかあるんで AED が出る可能性があるんで、ここまず漁ってもらって、でこの道路に向かって降りたらここにもねカスタムパーツはちょっとあるんですよ。ここ漁りまして、外周漁りしたい方はこのルートだね、こっちの家も漁って、で小工場ペーって行って、ここから出てこうベーって行って、外周のこことこ
ここ漁って、ね、こうベーって帰るルートだね、これ。で、前線拠点もここ漁るよね、ここ漁って、ベーって漁って、で、こっちの後ろ通って、極力人に会いたくないルートで、ここも漁れるんですよね。ここも漁れるんで、ここも漁って、ここの脱出があったらここで帰る。ここで帰る。で、ここの脱出がない。これがない場合、ここがない場合は、ここ漁ったらここまた動けるんで、こっからまた行って、あ、無線通信局あるなと思ったら無線通信局でもちょっと漁って、ここのルートで帰る。時間に余裕がある方は、この港湾も漁ってもいいかもねと思ってます。ただ、数回したい方は、ここ寄らずにも帰っちゃってもいいかなと思います。リスクを犯したくない方は帰る。特に通常区だとインポスターがすごく湧いてると思うんで、絶対に港湾とかはね、インポスターがたむろしてると思うんで、戦闘苦手、本当に戦いたくない人も、ここ寄らずに帰る。それね、徹底していただければと思います。で、このルートで付け足すとすると、ごめんなさい、一つ付け足したいんですけど、ここの、ね、この矢印のところ、こっち側も引いてるんですけど、この裏から出て、こっちで落としてないぞって。このね、サプライキャンプ方面で落としてないとか、なんかもうボットは先倒れてて、人の気配はないって思った時は、このサプライキャンプ通っちゃって、で、ここね、ここ、あばら屋脱出っていうのが、ここ先ね、ここあるんですけど、ここで脱出してもいいです、ついてたら。ここ向かって脱出する。あ、ここ使えないなってなった時は、サプライキャンプの、まあ、ゴミとかを漁ってもらって、で、こうやって行って、まあ、前線拠点側に合流して帰る。っていうルートが多分安全になると思います。ただやっぱり音だけは絶対聞いてください。これ絶対いるんですよ。戦闘音だけ必ずどこで鳴ってるかだけ気をつけて漁ってもらえればなと思います。はい、では皆さん今度は下側のルート行きますよ。皆さんついてきてますか？下側のルートです。下ルートかなり複雑になってます。というより選択肢がね、めちゃくちゃ多いんですけど、僕が実際に今の警告でもやってるアサリのムーブですね。新マップで使える内容になってるんで、これも教えていきたいと思います。まず、ここで湧きました。無線通信局側で湧いた場合は、これね、まず最初に港湾行ってください。上に行っちゃダメです。こっち行っちゃダメです、皆さん。こっちは、後ほど、絶対アカンポイントっていうところをマークしてるんで、その説明を後でしますが、ここはまだ行かないでください。ここ避けて、まず港湾行ってください。これ覚えておいてください。で、港湾あさりました。で、僕がよくやるルートは、港湾から、こっから出れるんですけど、港湾のさらにこの後ろを通ってもらって、こっちの無線通信局側を通ります。で、前線拠点側を回って、こっちのゴミをね、拾いつつ、昇降所に向かうルートですね。なんでこんな回りくどくしてるかっていうと、こっちのここね、前線拠点でもしこう、プレイヤーが湧いてた場合って、ここでね、絶対、ハイドするんですよ。ここで絶対、待ち構えてるんですよね。最初に湧いた人たち、最速でこっついちゃうんで、まずは、港湾に行って、ここね、この港湾にまず行って、漁って時間を潰す。で、時間潰してプレイヤーいねえなって思ったら、絶対この人たちってね、こっち移動すると思うんです。で、僕だって 100% 移動します。あ、敵いねえなと思ったら、さっさとあさりに行こうと思って、こう行きますね。こっちか、こっち絶対行くと思います。まあ、なんならこっち行っちゃうかもしれないんですけど。だから、一旦港湾あさって時間潰すっていうのはすごく大事になります。仮にね、この前線拠点人たちがこう来ちゃった場合は、もうね、港湾めちゃくちゃ待ち強いです。マジで強いんで、ここで待って迎撃しちゃう全然いいです。マジで強いです、中で待つのは。だから、まず港湾なんですね。だから港湾に先に行く。で、港湾で漁った。で、プレイも来なかった。なった時、裏通っていただいて、で、無線通信局通って、まあ、こう言ってるんですよ。ここら辺でね、前線基地敵いないよなっていうのを、ちょっと一旦見た方がいいです。皆さんスナイパー持ってると思うんで、検索する場合って。で、こっちで、まあ、ここら辺でいいんですけど、ここら辺からここ覗いて、大丈夫そうって思ったら、この上通って、昇降所に行く。これちょっとね、すごく大事なルートになります。覚えててほしいなと思います。で、昇降所に着いたら、かなりね、時間がね、ここで経ってるんで、もう後入りになると思うんですけど、もう戦闘終わって誰もいないなって状態になってるのが一番理想的ではあるんですけど、裏から本当は入ってほしいんですけど、もし人がいる場合は、
スーって抜けていただいて、スーって抜けて、で、ここ、家漁ってもらって、で、スーっと行って、ここのね、カスタムパーツとか武器ケースあるんですけど、ヘルメットとかもね、落ちてたりとか、あとスコープが前ね、落ちてたことがあったんで、ここチラッとか箱開けてもらって、で、こっちの脱出が湧いてるときは、ここで脱出してください。ここね。ここで脱出する。でも、ここが使えないパターンであるんですよね。ここが、あれ、ないぞっていう方の場合は、まあ、ここ同じく通り過ぎてもらって、ここだね。ここ。ここ、漁ってもらって、で、ぷいーって帰る。ここがゴールです。で、もう一個皆さん矢印ありますよね。こっち側。ね。まあ、ここ出た時に分岐してるんですけど、戦闘ができる。まあ、撃ちたい。っていう人はこのルートになります。このノルテーニョコート行ってもらって、ここを漁って、で、ここのね、裏抜けて、こっち側、RV パークの方を抜けて、この墜落のとこを抜けた上で、キノラジオに向かうルートですね。このルートは時間がかなり経過してる場合は、狙われにくいルートになります。残り時間15分切ってるとか、そのぐらいだと、大体の敵がね、もうこっちに多分移動してるはずなんです。こっち側。半分より向こう側に15分以上経過してるともう移動してると思うんですよね。それかもここの別荘の中でたむろしてるかぐらいなんですよ。ここにいるぐらい。ここら辺とかこの中にいるぐらいなんですよ。残り時間15分を切ってた場合は、このルートで帰って、で、ピノラジオ。ここもね、結構割と美味しいです。金の。アイテムとかね、鍵とかが出やすいんで、ピノラジオでちょっと漁って、で、帰る。で、欲張りさんは、さらにここを突き抜けてもらって、森の中突っ切って、ここ漁って、で、帰る。ここにね、脱出がもし湧いてる場合は、ここ漁って、こっちの脱出で帰る。ない人を折り返して、こっちで帰る。といったルートになります。だからね、左下とかで湧いた時ってかなり選択肢があるんですよ。ただ、前みたいに、左下で湧いた時って、基本、このルート多かったと思うんです、皆さん。別荘行く。公安無視して別荘行く。でも、今回、金策の話なんで、命を大事にしてください。なので、今回、別荘行くルートは話してません。別荘は、もう、死にやすいし、確かいいもの落ちてるかもしれないんですけど、対人苦手な方はもう、ほとんど勝てないと思います、ここに来る人たちには。だから、避けてください。僕も基本、金策するときは避けてます。なので、この回り込むルートが一番安全です。これ、覚えてください。では、最後に、右下側で湧いた場合、このピノラジオで湧いたりするときもあるんですけど、ピノラジオ付近と、この右側で湧いたとき、基本ルートは一緒です。どっちも考えることは一緒になります。このピノラジオ、まず、あさりに行ってください。こっちで湧いた人はこっちに行くし、まあ、ここで湧いた人は、このね、ピノラジオ、あさるっていうのは動きが大事になってきます。ここね、結構本当脇がいいんで、ここで漁って、で、上に行くルートになるんですけど、この上を通るとき、この森の中突っ切ってくださいね。森の中一番安全なんで、森と海岸のこの間ぐらい走ってもらって、で、ここね、この渓谷の村の前で分岐してるんですけど、ここね、上は対人苦手な人です。下は対人好きな人です。これ分かれます。別荘側のルートは対プレイヤーが得意な人がこっち行ってください。最速で行けます。まあもちろんピノラジオからいきなりこう無視してこのルートは一番最速で行けるんで、対人が強い人はね、もうこのルート一択なんですけど、対人苦手な人は、もうね、ピノラジオ漁った後は、もうここからノルテーニョコートに入る。ただし銃撃の音がしない限りね、ここね、ここボットめちゃくちゃいるんですよ。だからここ向かってる時にね、こうやって向かってますってなった時に、ここで銃撃の音してる。この辺りね。この辺り。この辺りとか。だからここで銃撃がしてる場合は、ノルテーニョコートに行かずに、ごめんなさい、この矢印かぶっちゃってるんですけど、この矢印のところら辺からこう上に上がれるルートがあります。ここ上がってってもらって、ここ崖沿いのこのルートを通って、昇降場にダッシュする。で、ここの昇降場正面から入るんじゃなくて、こっちね。こう回って、こう行く。
で、まあまあ、多分ないと思うんですけど、このルートで。こっちで、こっちでは人たちはこの最速で来て、こう来てる場合。多分敵とね、こうバチコリ当たると思います。このルートになっちゃうと。だからここに着いた時に、ここね。この位置着いた時に、こっち側、ここね。こっち側をしっかり索敵して、で、いないなって思ったら、入ってください。小工場の方に。まあ、こっちから入ってもいいです。最悪。あんまここ、皆さんにお勧めしたくない入り方なんですけど、まあ、後ほどそれも説明しますが、こっち側から入って、漁って、で、こうダッシュで逃げる。まあ、本当ね、外周で退治苦手な人はこっちですね。こっち漁って、このルートに従って、また前線拠点に行って、前線拠点漁って、で、こっちのね、横をこうぐるーっと回って、ここ漁って、で、ぐるーっと回って、まあ、無線通信局もちょっとチラ見して、武士残ってたら漁って、帰る。で、こっちのね、小工場からサプライキャンプ側に分岐してるルートもあるんですけど、まあ、こっちもね、まあ、プレイヤーいないことだね。いなかったら、通ってもいいと思います。こうやって通って、で、前線拠点側に行くのもいいし、ここのあばらや脱出も使えるんであれば、ここからあばらやに向かって脱出をする。でも基本は、こっち行くとき、このサプライキャンプ側行くときは、本当にね、残り時間が少ないときだね。残り時間がある状態でこっち行っちゃうと、プレイヤーと鉢合わせする可能性がめちゃくちゃ高いです。このサプライキャンプってところ。だからもう小工場が、分岐になってて、小工場の後ろを通るっていうのを覚えてもらうといいかなと思います。この後ろ側、ここ側を通るっていうのを覚えてほしいと思います。対人がとにかく苦手な人はこの横側のギリギリを攻めていく、まあノースリッチみたいなもんなんですけど、まあこのルートね、覚えてもらえば安全かなと思います。なんか別荘近くにこの矢印もありますけど、これ対人強い人ね、対人強い人はもう別荘行きました、じゃあここでプレイヤー迎え撃ちます。ボスも倒します。ホクホクってなった人が帰るルートの話をしていて、こっちのね、海沿いの海岸、べーって通ってもらって。まあ、ちょっとね、時間も余裕もある島で漁りたいなって人は、ここの手前のこの海岸砦のところ。まあ、全然物資ないんですけど、まあ、ちょっと寄り道して漁るぐらいかな。まあ、無理して漁る必要ないかもしれないんですけど、ここも漁れます。まあ、寄り道しない人は、このまま、港湾に、こっち行ってもらって、港湾漁って、帰る。でもこのルートかなりリスキーですね。このルートで帰る場合は、残り時間が10分切ってるぐらい。残り時間が15分とか20分以上ある状態でここ通ろうとすると、確実に撃たれます。まだ、なんならまだ別荘に向かってくる敵と鉢合わせする可能性ありますね。ここから帰ろうとしたら多分ね、ここからとか、ここからとか。ここからとかめちゃくちゃ撃たれそうです。実際今の警告で撃たれてますからね、ここら辺から。だから残り時間が少なければ少ないほど帰りやすいルートです、これ。だから本当にね、別荘に行くっていう場合は、本当にプレイヤーを倒せる人とか装備っていうのが重要になってくるので、これはね、気をつけなきゃいけないルートだと思って覚えていてもらえればなと思います。金策ルートでちょっと皆さんお伝えしたいことがあって、危険ポイント、狙撃されるポイント、狙撃ポイントだね。今回リテイクで狙撃しやすい場所が追加されたんで、そこ皆さんにお伝えしたいなと思います。紫で印をしてあるところが狙撃しやすい場所になってます。前線拠点、これね、動画の警告リテイク解説で僕ちょっとお話してるんですけど、前線拠点の前ってほんと遮蔽がないんですよ。体隠す場所ほぼないです。で、前線拠点がここで一番高い場所に位置してます。もう狙撃めっちゃしやすいです。だから先ほど言った無線通信局付近で湧いた人たちは、こっちに行っちゃダメだっていうのは、ここで撃たれて確実に負けるからなんですよ。100% 負けます。だから金策で行くときはここ覚えておいてください。ここ通っちゃダメ。逆に前線で湧いた人たちは、金庫ダッシュしたくないとか、プレイヤーをちょっとね、警戒してゴミ漁りしたい人は、ここで湧いたときはもうラッキーチャンスなんで、ここに行って、狙撃する。これね、めちゃくちゃ強いです。なので、ここ気をつけてほしいんですよ。で、海岸砦のこの紫のここね、この印してるここなんですけど、ここもね、狙撃めちゃくちゃしやすいです。
多分範囲はねこのぐらい、スコープによりますけどこの範囲は狙撃できるポイントになってます。ちょっとここも入るかな、この辺も狙撃できちゃいますね。だから結構目がいい人たちの多分たまり場というか、ここら辺ほんと気をつけてほしいんですよ。狙いやすいです、ここは。次、サプライキャンプね。これ、円大きいと思うんですけど。これね、多分狙撃できる範囲ね。このぐらいカバーできる可能性あります。このぐらいね、見えます。スコープによってもうちょっとこの海岸取りでここまでもしかしたら見えちゃうかもしれないですね。かなりここも見やすいです。狙撃しやすいポイントでもあるし、狙撃されやすい場所でもあるので、ここもね、ちょっと覚えててほしいんですよね。で、ノルテーニョコートは、まあ、皆さん大好きな RV パークが変わったっていうところなんですけど、まあ、皆さん多分よくここの、インポスターのお立ち台みたいなところあると思うんですよ。よく見ると。ここね、狙撃すごいよ。狙撃できる範囲めちゃくちゃ広いです。ノルテーニョコート周辺。めちゃくちゃ広いよ。もうここの線がね、だいたい全部余裕で見えますね。スコープにもほんと寄っちゃうんですけど、もう倍率高いスコープだともうちょっと広いかな。下手すると多分この以上は見えるかもしれない。まあ、この範囲ぐらいはカバーできるかもしれない。もちろん全部を見ることはできないですよ。サプライキャンプも前線キャンプ全部見ることできないけど、狙撃しやすい範囲っていうのはこのぐらいあります。だから見ようと思えば初めて見えちゃう場所ぐらい、やっぱ強い場所なんで、狙撃もしやすいけど、やっぱそれだけ警戒されやすい場所でもあるので、これ覚えててほしいなと思います。で、この墜落警告っていうところは、まあもう大体ね、ここに湧いた人、ここに湧いた人、ここに湧いた人が、まあ集まるポイントだよね。ここ集まってきやすい。ちょっと東部農場の人たちはこう通るんで不利なんですけど、まあ、このピノラジオと、こっちとこっちで湧いた人たちがどんどん行っちゃうルートで、ここから、まあ、東部農場を狙撃したりとか、もうちょっと行けるね。このノルテーニョ通路まで狙撃できちゃう。こっちも同じだね。こっち側だったら、このピノラジオ方面とかを監視できるんで、この紫の位置っていうのは狙撃のしやすいポイントだし、逆に言えばプレイヤーを撃てる場所でもあるので、これ覚えててほしいんですよね。で、ピノラジオ。ここよく、ここら辺でね、草むらに伏せて、ここの、ここら辺かな、範囲として。ここをね、ガン見する芋ポジションっす。ここ。ここマジでわかんない。ここで、ハイドされたら本当に見えないんで、別荘からこっからね、美味しい思いして帰る人たちとか、ね、この裏口通って危ないからこっち通って帰ろうって人たちをバンバン狙撃してきます。僕、2、3回ここで殺されてますね。だからここ気をつけてください。なんか死体がね、なんかここら辺に転がってる時、この海岸は別にいいんですけど、なんか別荘の横ら辺、やたらここら辺に死体があるなと思った時は、このピノラジオは気をつけた方がいいですね。ただ残り時間が少ない時は、もうほとんど移動してるんで、10分切ってる時であれば通ってもいいと思います。10分以上ある場合はちょっと警戒して行った方がいいですね。今説明したのがこれ狙撃ポイントでね、危険なポイント。まあ狙撃もしやすいし、こっちも狙撃されやすいポイントになります。で、今から皆さんにお伝えするともう一個ありまして、絶対あかん場所。戦闘もしちゃいけない。立ち寄らないようにした方がいい。てか、むしろ近づかない場所。ここです。この緑色の場所。ここ絶対避けてください。プレイヤー対人戦苦手な方はここ絶対通んないでください。なぜなら遮蔽がほぼありません。前線拠点の前側。ここ、森前あったんですけど、森なくなってます。さっきもお伝えしたんですけど、絶対に打ち合いで不利です。前線拠点に敵がもうこう隠れてた。もう待ってる場合は、こっちから遮蔽のない場所をもううろちょろうろちょろするだけなんですよ。こうやって。うろちょろうろちょろするだけなんで、もう勝てないですね。だから僕絶対こう戦闘しちゃダメです。だから絶対避けてください。どうしても通らなきゃいけない場合はこっちです。こっち通ってください。こっちね。こっち通ってください。で、海岸取りでね、ここマークしてますけど、ここも危ないです。ここも絶対立ち寄らない方がいいです。港湾から出て、こっち行く人多いんですけど、ここね、遮蔽ないんですよ。ここも遮蔽がないし、前線拠点から出てきた人たちが、もしこのルート通ってきた。ね。このルート通ってきた。ってなった時に、まあ隠るとこがないんで撃たれるんですよね。ここ通っちゃってこう行って、じゃあ別荘行くかってなったら、もうここ逃げようがないんで、むしろここでまあ仮に撃たれて隠れたとしても、
音でね、どんどん人が集まってきちゃってかなり不利なんで、対人苦手な人はね、もうここ通っちゃダメです。ここ通らずにこっちの後腕から後ろから抜けるか、まあ前にねプレイヤーがいなさそうであればこっちを避けてこっちの岩沿い進んでこっちからこう行くルートで抜けた方が安全ですね。ここも危ないです。で、渓谷の村ね、ここまあ皆さん分かってるかと思うんですけど、ここはねこのお立ち台から一方的に撃てますよね。撃てるし、別荘から抜けてきた人たちは排除してる可能性もあるし、こっちのねサプライキャンプ側からこう来た人たちが、まあ、スコープよかったらここ覗けちゃうし、ほんとね一番激戦区なんですよ。ここよく多分ねプレイヤーの死体だったりボットの死体とか、あと銃声多分この辺でしてると思うんですよね。あとボットもねよくここ通るんですよ。だからもうほんとね動線が一番多い場所、ここら辺っていうのが真ん中っていうので、かつここは高台から見張られやすいし、遮蔽があって例えば村の中にこうなんとか逃げ込んだとしても、もう出るとこまでじっと見られてると一生出れなくなっちゃうんですよね。だからスナイパー持って撃ち返すことできるかもしれないんですけど、一方的にやられやすい場所なんで、ここも残り時間10分を切ってる時は通ってもいいんですけど、10分を切っていない、まあ15分以上20分以上残ってる場合は絶対避けてください。だからここに立ち寄らず回り道してこっち抜けるか、こうやってこっちの草むらを抜けてったりとか、もうこっちを行ってこう上がってこっちに抜けたりとかして、どうにかしてこの渓谷の村っていうのは避けてください。本当にここで戦っちゃうとすっごいしんどいんで、ここは避けるようにしてください。で、小工場の前ね、ここをルート解説の時に避けてくださいって話したと思うんですけど、ここね遮蔽がほんとないんですよ。ここも遮蔽がなくて、ここはねこのサプライキャンプね、ここ見張り台があって、渓谷リテイクマップ解説の動画でも話してるんですけど、ここから覗けちゃうんですよね。見張り台があるんで、ここからここまでの範囲っていうのは見えちゃうのと、ノーテルコートに敵がいた時ってここからまた覗けちゃうのと、ここからも覗けちゃうのと、まあここからも覗けちゃうかな。だここの前を通る時っていうのは本当に時間がない時だけなんですよね。僕も基本時間がない時だけここ通ってました。残り時間10分切ってるとか、まあ残り15分以内ぐらいかな。ほんと遮蔽が少ない場所ですね。緑色はほんと遮蔽が少なくて危険な場所全部マーカーしたので、ここ避けて、こう裏を通ったりして、ここを避けるようなイメージで動いてもらうといいかなと思います。で、最後、東部農場。ここね。はい。ここ畑いっぱいね広がってて、畑の中に身を隠せばいいかなと思うと思うんですけど、アリダブレイクアウトってグラフィックの質を落とせばね、あの透けちゃうんですよね。だから畑に隠れましたって言っても、グラフィックの質を下げてると頭とか見えちゃうんですよね。それね直してほしいなって思ってるんですけど、ここもねそう考えると遮蔽がほとんどないことになっちゃうんですよね。こっちの裏がね安全なんですけど、こっちの裏は、この道路のところね、ここの線引いたところは、一段下がってるんで、ここ走ってってる時は撃たれないんですけど、この農場に一個でも上がった時って、この車線全部通っちゃうんですね。こっから全部通っちゃうのと、こっからも撃てますね。こっからも、こっからも撃てる。こっから来た人たちが、こっから入ってきて、こっからね、攻撃してくるとか、フィノラジオにいる人たちがこうやってきて、この墜落渓谷のここまで来たりとか、あとは先回りされて、ここら辺でハイドしてる、ここら辺から狙ってくるとかっていうパターンもあるんですよね。だから東部農場のここで湧いちゃった人たちっていうのは、もうこう行く人たち多いんですけど、東部農場で突っ切る人も多いんですけど、基本上手い人たちとバッティングしたレジェンド隊クラスの人たちになると、もう東部農場にいる人を絶対に攻撃しようってしてくるんで、もうここに湧いた人たちも絶対こっちに行きます。上手い人たちと組むと、レジェンド隊の人と組むとこっち行きますね。こっちから狙撃しようとしますね。で、ここで漁ってる人たちがいた時に撃たれちゃうと。で、またここから出れなくなって、で、ジリヒリになる可能性があるんで、ここ漁ってさっさと逃げるぐらいですね。逃げちゃうか、東部農場無視してこっちの方ももう、こう草通って、小工場向かうか、こう行きつつこっち側上がってって RV 向かってノルテーニョに合流する方が安全ですね。
だから東部農場もね結構戦闘の率が高いんで、対人戦闘苦手な人、まあ本当避けてください。ここで戦ったりするっていうのは本当に弱いんで、ここを避けた立ち回りっていうのを意識してください。だからこの紫の場所と黄緑の場所っていうのをちょっと頭に入れてもらえるといいかなと思います。紫が狙撃しやすい。で、緑は遮蔽が少ない場所、敵に狙われたら危ない場所っていうのを覚えててもらうといいかなと思います。はい、というわけでちょっとごめんなさい、長くなっちゃったと思うんですけど、渓谷金策ルートの解説の動画以上になります。この動画を参考にしていただいて、皆さん充実したアリブレの金策生活やってもらえたらいいかなと思います。この動画が参考になった方は、チャンネル登録、高評価、感想ね、コメントでいただけると、モチベーションめちゃくちゃ上がって嬉しいので、ぜひお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。またね。